平野紫仕様、初ダンス動画が825万回再生超え。アーティスト活動は10月以降、開始か個人事務所設立に注目。日本のアイドルグループ、キングプリンス以下、キンプリの元メンバーである平野仕様が新たなステップを踏み出し、インターネット上で大きな注目を浴びています。8月27日。 平野は自身のインスタグラムアカウントで初めてのダンス動画を公開し、その動画は現在825万回以上再生され、ファンからのコメントが4万8000件以上寄せられています。この動画では平野はスウェットとキャップ姿で、他の力と綴りながらダンススタジオのような場所で踊っています。 舞台裏には元金プリのメンバーである神宮寺ゆうの姿も確認でき、彼が動画を撮影した可能性が高いとされています。神宮寺はコメントで、俺撮るの上手じゃないと言いい平野がさすがですと返信するなど二人の友情がファンに感じられる瞬間となりました。平野のインスタグラムコメント欄には、 ファンから熱狂的な支持が相次ぎ、彼のダンス動画に対する授業の高さが浮き彫りになっています。現在の再生回数は825万回を超え、コメント数も約5万3000件と、その人気ぶりを示しています。このダンス動画の振り付けは、ダンサー厚志氏によるものと見られており、厚志氏はツイッター、現在は X で、最高にかっこいいありがとうございました。 と、平野に感謝の意を表明しました。厚志氏のインスタグラムには、同じ振り付けで踊るダンサーたちの動画もアップされており、ファンからは、コラボが見たい、との声が寄せられています。株式会社仕様は平野仕様の個人事務所さらに注目すべきは、平野仕様が7月7日に、飛び入り、を発表したことです。これは、 彼が所属ではなく、自身とタレント側がマネジメントを行うエージェント契約を結んだことを意味しています。その後、同月18日に株式会社仕様、翌19日に株式会社愛、エイニーという新会社が設立されました。興味深いことに、これらの会社の登録住所が、平野が通った愛知県名古屋市のダンススクール、ファンクキット、 と一致しています。このことから、ファンたちは、これらの会社が平野と神宮寺由うたの個人事務所ではないかと疑念を抱いています。なお、平野の弟である陸さんが代表を務めるアパレル会社、株式会社 RM ブラムも、同じ住所に登録されています。一部の週刊誌は6月に、 平野の個人事務所に神宮寺も所属すると報じていましたが、もし株式会社りが神宮寺の個人事務所であるなら、その状況は大きく変わる可能性があります。また、株式会社仕様には平野の母親も取締役として名を連ねており、今後、母親の意見が平野の活動に影響を与える可能性も考えられます。 平野紫耀本格指導は10月以降か戸辺所属から1ヶ月半ば以上が経過しても、平野紫耀と神宮寺優太の音楽活動がスタートしないことに多くのファンが不安を感じています。一方、元金プリのメンバーである岸優太は、9月末にジャニーズ事務所を退所する予定であり、彼が戸辺に合流する可能性が報じられています。 一部の情報によれば、平野仕様は韓国の大手プロダクション、ハイブからのオファーを受け、ソロアーキストとしてデビューすることも考えられていました。しかし、彼が神宮寺優太と岸優太と共に飛べを選んだとの情報も存在しています。このため、平野が音楽活動を本格的に始動させるのは、10月以降になる可能性が高いでしょう。 のファンが待ち望んでいた平野のダンス動画は大きな反響を呼んでいます。これが示すように、飛べでのアーティスト活動が安定したものになるかどうか多くの注目が集まっています。平野仕様の今後の活動にますます注目が集まることは間違いありません。平野仕様のファンと業界関係者からは彼の新たなステップに対する期待と興味が高まっています。特に、 彼のダンス動画が幅広い世代のファンに支持されていることから、彼のアーティストとしての可能性が広がることは間違いありません。一方で、彼の個人事務所の設立に関する疑惑も浮上しており、その事務所が彼の将来のキャリアにどのような影響を与えるかは、今後の彼の活動に大きな影響を与える可能性があります。 特に、母親が取締役として名を連ねていることからも、彼の家族との関係が彼の事業活動にどのような役割を果たすかが注目されています。さらに、彼の音楽活動が10月以降に本格的に始動するとの見通しは、多くのファンや業界関係者にとっては待ち遠しいものであり、 彼がどのような楽曲やパフォーマンスを披露するのかが大いに期待されています。平野仕様のこれからの動向にはますます注目が集まっており、彼の将来のキャリアパスや音楽活動の方向性がどのように展開していくのか、ファンや業界関係者は大きな興味を持って見守っています。 これからも平野市用の最新情報について詳細をお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。